いよいよパリオリンピック出場権をかけた戦いがスタートするわね。初戦の中国戦、リアルタイム編集で見ていこう。マリサはかなり弱気予想してたわよね。私のは極端かもしれんが、多くの人がぶっちゃけ今回の日本代表には不安を感じてると思う。前評判が悪いほどいい結果になる。今回もそうなることを祈るぜ。そうね。とにかく内容よりもパリオリンピック出場権を獲得することが重要。必勝じゃってことで前半から行きましょう。今トーナメント表出てるけど、決勝トーナメントも勝ち進んで3位までがストレートイン、4位はプレイオフなんだよな。厳しい戦いになるわね。グループステージ突破しても決勝トーナメント1回戦でオーストラリアかカタールのどちらかと当たるのが濃厚だし、理想はグループステージ2連勝して最終戦の韓国戦である程度、決勝トーナメントを考えた戦いにできることだよな。そのためにもこの試合は絶対勝たないと。やっぱり大会の重要度が高いと緊張するな。前回対戦はセットプレイで失点してるからね。気をつけたい。さあ前半キックオフ。中国はどう来るか。初戦ってのもあるから慎重に来るとは思うけど、それは日本も同じか。注目の平川がまず仕掛けてクロス。こういうプレイが多く出るといいな。やっぱり日本がある程度ボール持って中国がカウンターを狙う形になりそうね。予想通り。しかし今回の日本代表は期待値がぶっちゃけ高くないから、いい成績を収めてくれたりして。謎ジンクスよね。前評判いいと本番やらかして、逆に前評判悪いと成績がいい。悲観的な予想はしてたけど、そのジンクスが発動してくれるといいな。来たー。オフサイドはない感じかな？右サイド、クロスから松木。ここさっきから狙ってたもんな。開始早々でマリサの予想外れてざまあ。いや、スコアは 1-2 予想だったし、こんなの外れてくれるのが一番いいから。悔しいのう悔しいのう。とか言ってたらちょっと危ないシーンが連続したな。油断するとダメだ。まあでも、日本はいい入り方してたもんね。そのまま先制点も取れて展開としては理想的。だな。両サイドでいい攻撃の形が見られての先制点だった。中国は思ったよりも繋いでくるわね。ぶっちゃけ日本としてはこの方が助かるな。乱雑にロングボールされた方が嫌だ。中国としてはそれをやりたいんでしょうけど、その前に日本のプレスが来るからなかなか思い通りにできない感じか。この流れでもう1点取っておきたいな。最近、これでもかってほど見たものね。あれを決めてれば。って試合。レッドのチェック。これはないと思うけど。見え方次第だけど、これはいらんプレイ。レッドカード。あーでもこれぶつかられた後に何やってんだよ。本当に何やってんだ。悪い意味では傘が出たわね。まだ前半18分よ。若さで済まされないだろ。次には UAE 戦もあるし、この試合絶対勝たないといけないのに。これ、はっきりさせたいわね。2点目取りに行くのか守るのか。中途半端だとやられる。この時間での退場は痛すぎる。試合の大半を一人少ない状況で戦わないといけない。西尾は猛省しないと。山本は消化不良でしょうけど、こればっかりは仕方ない。交代。しかしあんな安い挑発に乗るか。中国のことラフプレイだのカンフーサッカーだの言えんわ。これで引き分け以下に終わったら取り返しがつかない。危なっかしいな。親善試合の時もだけど、ディフェンスラインのパス回しやばすぎる。おい、そのスライディング。やっぱりラフプレイのカンフーサッカーやんけ。前言撤回。やっぱりラフプレイのカンフーサッカーだわ。イエロー。これお互い仲良く10人でやるのも時間の問題かもしれん。1点取っててよかったと思うべきなのか。ガチでマリサの予想が当たりそうな気配出てきたんだけど。どうしてくれるの？いや、さすがにこんな安い挑発に乗ってこんなに早い時間に退場になると思ってなかったから。どうにもディフェンスラインのパス回し気になるわね。人数的にも厳しいからもっとシンプルでいいと思うんだけど。コーナー、あまり与えたくない。一人少ないからどうしても増えてくるわよね。西尾が退場になってから早く試合終わってくれとしか思ってないけど、まだ前半30分だぜ。長すぎる。退場になったの17分だからね。ネチネチ言っても仕方ないけど、本来ならいい入り方して得点もして、楽な展開になるはずだったんだがな。逆に気が引き締まったと無理やりポジティブに考えるしかないわね。だな。むしろこれで良くなるってのも結構あるもんな。危ない。どうしても人数が少ない分、いけないのよね。セットプレイの時にショートで開始された時に人数かけられないんだよな。フリーで好き放題やられてしまう。PK チェック？ハンドはないと思うけど、どこをチェックしてるの？なし。ドキッとしたな。危ない。クロスバー。こういうのが続くだろうな。大きくサイド変更されるの嫌ね。体力消耗させられるんだよな。難しいな。また危ない。完全にフリーだったな。松木。後半もこれ大岩監督どう考えるかな。前線入れ替えるのか。人数が足りない状況で前線入れ替えても厳しいわよね。だからといってこのままってのも。
キーパーの小久保にかなり助けられてる試合だな。小久保が安定した処理をしてるおかげで失点してない感じよね。アディショナルタイム7分もあるか。あと3分。このまま前半を終えたい。きついなぁ。おい、そこで笛吹くなよ。松木抜けただろ。これはひどい。松木が完全に右サイド抜け出したのにそこで笛吹く？不満はあるけど前半終了。1-0日本リード。リードはしてるけど、西尾の退場からもう防戦一方。いつ失点してもおかしくない。17分からずっと数的不利。この消耗ってのは後半出てくるだろうし、ベンチワークがかなり重要だな。西尾の退場はいろいろ思うところだけど、もう退場になった以上、仕方ない。大岩監督はどう判断するのか。下手に動けないよな。中途半端に動いたところで人数が少ないんだから解決は難しい。ある程度無難な采配するしかないのかな。疲労が見えた選手を交代していくみたいな。前線入れ替えって手もあるけど、この状況でいじったところでな。状況が状況だものね。細谷とか完全に消えてたけど、ここを入れ替えたところで。難しい。今ハイライト流れてるけど、マジで小久保様様だよ。後半もとにかく我慢ね。ラインがちょっと深すぎるのは気になるところ。厳しい展開が続くのは間違いないけど、ここを乗り越えればさらに強くなれる。頑張ってほしいな。そうね。にしてもやっぱり甘くなかったわね。先制した時は正直、楽勝かなって思っちゃった。本当にな。マジで私の予想が当たるようなことだけはないようにしてくれ。あなたあの予想当たったら袋叩きにされるわよ。黄色まんじゅうが変な予想するからって。パリオリンピック出場権何が何でも獲得してもらわないと。頼む。耐えてくれ。中国が動いてきたわね。高い選手入れてきたな。中国としては日本と韓国どちらかに勝つ必要があるとなると、数的優位のこの試合で勝負した方がいいもんな。日本は交代なし。後半戦。また小久保。完全に抜け出された。この試合このまま終わったら小久保がマンオブザマッチだわ。松木ありがたいなマジで。こういう試合こそ助かる選手よね。少しでもキープしてくれると全然違う。誰もスローイン寄ってこないんだよな。プレミアリーグならイエロー2枚は出てるわ。これ結構笑えないんだよな。日本ってスローインの時こういうの多すぎる。迷った挙句適当に入れて奪われるっての多いわよね。自陣でも誰も寄ってこないもんな。これ危ないぞ。細谷きついな。左サイドどうしたんだ？今のバラバラだったぞ。完全フリーになってたわね。数的不利だからどうしても余る場所は出てくるんだけど、にしても危なかったな。中国は先に積極的に動いてくるわね。そりゃあそうだろうな。ローリスクだし。逆に日本が難しい。相変わらず攻撃の形はなかなか作れないけど、前半に比べるとディフェンスは安定してきたわね。ディフェンスが安定したというよりは中国が交代でおかしくしてるように思うが。そして中国と日本が両方交代。平川と山田。小久保、ナイスセーブもだけど、何気に時間使うプレーとかの貢献もでかいわ。やっぱりキーパーって重要だよな。そして久しぶりにいい位置。ってわけでもないけど、日本がフリーキック獲得。中国が停滞して少しずつ日本も持てるようになってきてるわね。だな。うまく守れてるから集中だけ切らさないように。70分まで来た。またフリーキックだけど、この位置ってかなり難しい。で、松木エグいシュート。まさかのコーナー獲得。佐藤が入ったばかりだけどかなり効いてるな。中国のコーナー。危ねえ。ここも小久保。やっぱり中国は変な小細工しないで放り込んだ方が怖いわ。基礎的な技術がやっぱり日本と比べるとだいぶ落ちるもんな。75分。アディショナルタイムもどのくらいあるか。ここまではそんなに止まるシーンはなかったように思うけど。残り時間長いな。松木にスローインやった方が良かったんじゃないかな今の？もったいなかったよな。フリーで走り込んでたのに。そのせいでイランフリーキック。小久保さん。まあ、今のは謎キャッチでコーナー与えたけど、小久保が日本を救ってるから。前半からずっと気になってるんだけど、腹心と主審の判断違いすぎない？主審も腹心も表情に出るくらい判断に迷ってるのが伝わってくるぜ。こっちが不安になってくるわ。82分まで来た。なぜか日本の方がいい攻撃できてるという。なんのゲーやねん。当たってないやんけ。あわよくば PK もらおうって感じだな。あと5分とアディショナルタイム。アディショナルタイム何分ですか？めちゃくちゃ長い試合だぜ。キーパーの交代？12番。どうなってるんや。なんかめっちゃでかいフィールドプレイヤーいる？マジでキーパーをフィールドプレイヤーで起用してきたのか。アディショナルタイム。何分だ？ 6 分。もうあとは耐えるだけね。最近で一番長い6分だわ。あと3分。小久保あんた最高や。キック精度がもう少し良ければ最高だな。小久保、もう大好きだわ。試合終了。いやー、マジで頑張った。お疲れ様。
早い時間に退場者出して厳しい試合になったけど、後半は完璧に近い守りができたし、結果的に素晴らしかったわね。だな。退場のシーンはあれだったけど、この状況でしっかり勝ち切ったこと。これは本当に大きい。次の UAE 戦も必勝。そして明日。じゃなくてもう今日か。おそらく U23 関連の動画を投稿するので、チャンネル登録して待っててくれ。高評価ついでにこの試合の感想をみんなで共有しましょう。それではまた次回、戦うよ。ご視聴ありがとうございました。真ん中がこのチャンネルになります。空いてるところにあるチャンネルは関連のサブチャンネルになります。興味がありましたらぜひ。空いてるところってなんだよ。うぷ主の雑さがよくわかるわね。いや、いろいろ詰め込みすぎてスペースが。あ、はいはい。それではまた別な動画で。またね。はい。